ブガッティタイプ57、タイプ57、タイプ57、T57 は、フランスの自動車メーカーブガッティが1934年から1940年まで、710台を製造した高級車である。この生産台数は、歴代のブガッティ各モデル中最多であった。ブガッティ創立者のエッドオレ・ブガッティの長男、ジャン・ブガッティによって設計され、多くの場合、 彼がデザインした個性的で美しいボディが自社工場で仮装された。自社ボディのバリエーションは2ドア4座のバントー、ベンテ、4ドア4座のキャリビエ、ガリビア、2ドアカブリオレのステルビオ、ステルビオ、2ドアクーペのアトランテ、アタロントの4種であった。エンジンはタイプ49、タイプ49に用いられたものをジャンが大幅に改良した。 DOHC 直列8千二 3257cc で135馬力を発揮し、3 3 0 0ト、mm、ルの長大なホイールベースを持つ重量級のこの車を最高速度時速1 5 3トルで走らせた。洗練された車体とエンジンに対し、創業者である父、エッド・島レーブガッティの頑固な意思によって、シャシーは旧式な設計とならざるを得なかった。 前輪サスペンションは固定軸式、ブレーキも当初は機械式で油圧式に改められたのは1938年になってからであった。ジャンは当初独立式サスペンションを計画したが、エットーレはこれに激怒して彼が長年固執した固定軸に戻すように命じたと言われる。生産台数の大半はスタンダードな57で630台が 生産された。ボンネット側面がサーモスタットで制御された開閉式シャッターとなっていることが特徴である。タイプ57をベースに様々なスポーツモデルやレーシングモデルが開発され、標準型以上に著名な存在となっている。タイプ57の車シシーを低め、ホイールベースも 2979mm に短縮したもので、S はセルバス。 英語のロワー,ードの略である。外観上の特徴は、ラジエターグリルカタンが V 型となり、ボンネット両側にはシャッターに変えて、メッシュの金網が付けられていた。同時代の車の中でも背が高い部類であった、ノーマルのタイプ57の車シシーを低めるためには、大改造が施された。後輪の車軸は、車シシーの下を通っていたが、シャシーを貫通するように改められ、 エンジンの潤滑も前行を抑えるためにドライサンプ方式に変更された。前輪サスペンションも新設計され、越冬レが意味嫌っていた独立式に近いものだった。タイプ 57S はわずか40台生産されたに過ぎないが、ブガッティ社の中でも最も著名なモデルの一つになっている。タイプ 57S にスーパーチャージャーを与えた高性能版。 新車としては2台生産されたに過ぎないが、ほとんどのタイプ 57S のオーナーは、スーパーチャージャーによる、さらなる大馬力を望んだので、57S のほとんどは、モールスハイムのブガッティ工場に送り返されて、スーパーチャージャー付きの SC となった。エンジン出力は 160HP に増強され、最高速度も時速 185km に達した。 タイプ57に仮装された様々な車体の中でも最も著名で第二次世界大戦前の最も美しい自動車の一つとして称賛されているのがタイプ 57SC クーペアトランティークである。同時代の同様、当初のプロトタイプの車体にはエレクトロン、マグネシウム合金とデュラリウム、アルミニウム合金が多用されていた。材質が可燃性であったため溶接ができないので、 車体は外部からリベット止めされ、その継ぎ目がこの上ないデザイン上のアクセントとなっていた。車体デザインはジャンブガッティであった。さすがに3台作られた生産型はアルミ製となったが、継ぎ目はデザイン上の特徴として残され、シャシーにまで及んでいる。いずれも現存し、アメリカにある1台、車台番号57,374は2003年の ブルビーチにおけるコンクールデレガンスで優勝。もう一台、車台番号57,491は著名な服飾デザイナー、ラルフ・ローレンが所有している。残る一台、車台番号57,473は1955年の鉄道事故で大破したが、その残骸から復元されている。 軽量な車体と200バリ機に強化されたエンジンにより、アトランティークの最高速度は時速 200km に達するとされる。タイプ 57SC のシャシーに流線型の車体をかぶせ、エンジンを 4743cc289 バリ機まで高度にチューンしたレーシングカーで1936年1937年シーズン用のモデルがタイプ 57G。 1939年シーズン用はタイプ 57S と呼称された。1936年のフランス GP、1937年のルマン24時間レース、1939年のルマン24時間レースに優勝した。しかしこのタイプ 57S を試運転中のダンは1939年8月、酒酔い運転の自転車を避けようとして30歳で事故死した。 翌月、第二次世界大戦が勃発、ブガッティのような超高級車の生産は間もなく不能になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。